マルバジーアは地中海地域、バレアレス諸島、カナリア諸島、マデーラ島で歴史的に栽培されてきた複数のワイン用、ブドウ品種を一括りにした名称であり、現在では世界中のワイン生産地域の多くで栽培されている。かつてはマルバアジア種主体のワインにも互換的にマルバジーアやマルムジーの名が使われていたが、現代のワイン学においてはマルムジーの名は マルバジーアダネから作られた甘口のマデイラワインの実に、現在のところほぼ限られている。マルバジーアの系統に入る品種は、マルバジーアビアンカ、マルバジーアディスキエラーノマルバジーアネグラマルバジーア、ネーラマルバジーアネーラディブリンディジ、マルバジーアディカンディアロマティカマルバジーアオドロシシマ、など多数に上る。マルバジーアのワインを生産しているのは、イタリアスロベニア、 クロアチアコルシカ島、イベリア半島、カナリア諸島、マデーラ島、アメリカ合衆国のカリフォルニア州、アリゾナ州、ニューメキシコ州など、オーストラリア、ブラジルである。マルバジーア各品種はその品種名を冠した白ワイン、デザートワイン、主精強化ワインの生産に使用されるほか、ビンサント用のブドウのブレンドに含まれる場合もある。モネンバシア等の要塞を描いた17世紀の 地図ほとんどのドウ品種学者は、マルバジーア系統のブドウの起源は古く、ギリシャのクレタ島が発祥の地である可能性が高いと考えている。おそらく、マルバジーアという名称は、イタリア語でマルバジーアとして知られていた、ラコニアの海岸にある中世、ルネサンス初期の東ローマ帝国の要塞、モネンバシアに由来すると思われる。というのも、同地の港は、 ペロポネソス半島東部産ワインの交易拠点として、機能していたらしいからである。中世の間、ベネツィア人は、マルバジーヤワインの交易を盛んに行ったため、ベネツィアの酒商店は、マルバジーへの名で知られていた。時折、クレタ島イラクリオン県のマルビジに由来するのではという、説が唱えられることがあるが、学者たちの間で真剣に受け止められることはない。いずれにせよ、マルムジーは、 中世にギリシャが輸出していた三つの主要なワインの一つであった。一説ではイングランドのエドワード4世が弟、ジョージ・プランタジネット初代、クラレンスコーを大逆罪とした際、彼の非公開処刑は大阪ダルのマルムジーワインで溺死させるというものであったと言われており、このことはシェイクスピアのリチャード三世で議曲化された。マルバジーヤのカボウモネンバシアも、 カンディアも様々な現代のブドウ品種に名称を貸してきた。ギリシャにはモネンバシアの名で知られる品種があり、明らかにこの港にちなんで名付けられたものだが、現在では主にキクラデス諸島で栽培されている。西ヨーロッパでは一般的なマルバジーア品種の一つが原産地といわれる地域にちなみマルバジーア、ビアンカディカンディアの名で知られている。モネンバシア種は 西ヨーロッパのマルバジーア各品種の祖先であると長らく考えられていたが近年の DNA 型鑑定によるとモネンバシアとマルバジーアのいかなる品種との間にも近い類縁関係はないということが示された。しかしながら DNA 型鑑定ではアティリというブドウ品種がマルバジーアの祖先にあたるということが示された。ほとんどのマルバジーア種は マルバジーア・ビアンカと近い類縁関係にある。例外の中で有名なものは、マルバジーア・ディ・カンディアの名で知られる品種であり、マルバジーアの足としてははっきりと特徴が異なる。マルバジーア・ビアンカは、イタリア、カリフォルニア州ンホアキンバレー、ギリシャのパロス島やシロス島、カナリア諸島、スペインのリオハ州及びナバラ州など、世界各地で広く栽培されている。イタリア中部では、 ワインのアロマと質感を増すためによくマルバジアがトレッピアーノにブレンドされる。リオ派ではマカベオとのブレンドで同様の働きをする。マルバジアイスタルスカの高品質ワインのボトルマルバジアイスタルスカマルバジアイスタルスカはクロアチア量、スロベニア量、イタリア量に分かれるイストリア半島にちなんで名付けられた。これはクロアチア量。 イストリアおよびダルマチア地方北部の主要な白ワインの一つとなっている。同地にこの品種が伝播したのはベネツィアの商人たちがギリシャから挿し木を持ち込んだことによる。マルバジーアはクロアチア語ではマルバジアという。その他、ダルマチアのマラシティナやルカタツはイタリアのマルバジーアビアンカルンガと同一種である。マルバジーアイストリアーナイタリアでは この品種は、フリウーリー・ベネツィア・ジュリア州のコッリオ・ゴリツィアの DOC やイゾンツオ・ DOC に使用されている。この名称の由来となっている、イストリア半島は、クロアチア領、スロベニア領、イタリア領に分けられる。同地域にこの品種をもたらしたのは、ギリシャから刺し木を持ち込んだ、ベネツィア商人である。マルバジー・アイストリアーナは、エミリア・ロマーニア州のコッリピア・チェンティーニ地区にも見られ、 同品種を用いて作ったスパークリングワインは地元で小シ,シャンパーニュを意味するシャンパニーノの名で知られている。マルバジーア・ディ・クロッタ・フェ・ラーラ、マルバジーア・テボーザ、マルバジーア・ディ・プラナ・ルジア19世紀から20世紀前半にかけてマルバジーアから作られたパシート方式の甘口デザートワインが珍重され、イタリアの最高級ワインの一つとみなされていた。 第二次世界大戦後、消費者市場の関心が薄れた結果、幸いが急激に減少し、多くの品種が絶滅寸前に陥った。現在ではいくつかの特化した生産者が、地元品種のマルバジーアデザートワインを作り続けているのみであり、例えば、ラツィオ州のマルバジーアディグロッタフェ・ラーラや、サルデーニャ州のマルバジーア・ボーザやマルバジーアディ、プラナルジアなどがある。 ビンサントの製造過程で影干しされているマルバジーアとトレピアーノの果実マルバジーアでレリーパリ1980年代以降シチリア島の北東沿岸にある火山性のエオリア諸島ではマルバジーアでレリーパリから作られたデザートワインに対する関心が再燃している特有のオレンジのような風味を持つこのシチリアワインはフィロキセラカに見舞われる直前の最盛期には 年間1000万リットル以上が生産されていた。マルバジーアネーラ・マルバジーヤのほとんどの品種が白ワインを生み出すのに対し、マルバジーアネーラは赤ワイン用の品種であり、イタリアでは主にブレンド用のブドウとして使用され、ワインに暗色と様々なアロマを加える重要な役割を持つ。名のあるワインの中でマルバジーアネーラの品種名を冠したワインを作るのはピエモンテ州のみであり、 二つの DOC 認定地区、およびマルバジーア・ディ・カステル・ヌ・オボ・ドン・ボスコがあるが、計100ヘクタールにも満たない。プッテア州のブリンディ事件とレッチェ県では、ネグロ・アマーロとのブレンドが行われている一方、1970年代、および1980年代のトスカーナ州では、マルバジーア・ネイラは、サンジョベーゼとのブレンドに頻繁に使用されていた。近年のトスカーナ州では、 カベルネソビニオンが栽培種としてもサンジョベーゼのブレンド用としてもマルバジーアネーラにとって変わっている。他にマルバジーアネーラを栽培する地域としてはボルツァーノ県サルデーニャ州、バジリカータ州、カラブリア州などがある。マルバジーアネーラのワインの特徴は豊かなチョコレートの風味と黒いプラム及び花のアロマと表現されることが多い。 マルバジーア・ディ・カンディア、マルバジーア・プンティナータ、マルバジーア・デル・ラツヨ・ラツヨ州のフラスカーティは、マルバジーア・ビアンカの系統に入っていない、別個のマルバジーア州にあたる、マルバジーア・ディ・カンディアの栽培の大半を占める。マルバジーア・ディ・カンディアは、マルバジーア・プンティナータとのブレンドに用いられることが、最も多く、後者の方が酸が強く酸味の、しっかりしたワインを生み出しやすいため評価が高い。 ポルトガルでは、マルバジアの名で知られる品種は12種をくだらない。本当のマルバジーアと関係するものもあれば、そうでないものもある。白ブドウのマルバジアガンディガで作られる、マデーラのマルムジー。暗色は熟成の過程でついたもの。マルバジアフィーナ2004年の時点で、マルバジアフィーナは、ポルトガルにおいて18,533エーカー、近く栽培されていた。 同国では、ボアルの名でも知られているとは、類縁関係にない可能性が非常に高い。マルバジアフィーナは、道路 DOC では、白のポートの製造に使用できる品種として見かける。定所 VR や、ダンディ o c でも見られ、標高の高いブブドウ園で栽培されている。マルバジア、カンディダマルバジアカンディダの名で知られる品種とは異なるわ、歴史的に、マデーラ島で栽培され、 マルムジーノナで知られる最も甘いマデーラワインを作るのに使用されている。マルバジア兵マルバジア兵はスペインでシェリー用に栽培されているパロミノであると考えられており、マルバジーヤの系統と関係があると言われる。ポルトガルではマルバジア兵はド道路 DOC の他ベラス、リスボアのワイン生産地域で栽培されている。マルバジアコラーダマルバジアコラーダは道路 DOC では ビタルの名で知られるマイナーなドウ品種の別名であり、本当のマルバジーアとの関係はあるともないとも言われる。マルバジアダトリンシェイラマルバジアダトリンシェイラは、道路でポートに使用される白ドウ品種のホルガさんの別名であり、本当のマルバジーアとの関係はあるともないとも言われる。イスタルスカ・マルバジアもしくはマルバジア、イストリア半島のスロベニア領において、このマルバジア種は、 コッペル周辺、とりわけ、デベリル・ティッチ、シュコツヤン、コルティーナ、ラーボルで栽培されている。同種は、イタリアとクロアチアでも栽培されている。このブドウがこの一帯に伝播したのは、14世紀に、ベネツィアの商人がギリシャから挿し木を持ち込んだことによる。成熟しすぎた果実によって、スロベニア語及び、クロアチア語で、スラトカ・マルバジアと呼ばれる。 非発酵性糖類と高いアルコール濃度を持ったデザートワインができる。マルバジーアの様々な品種が多岐にわたる別名を持っており、ドイツではマルバジア東ヨーロッパではマルバジアやマルバジアなどと呼ばれる。似通った発音ではあるものの、フランスでマルボアジーと言われている品種はどれもマルバジーアとは類縁関係にない。唯一例外がありうるとすれば、 コルシカ島のマルボアジーは実際はベルメンティーノであり、マルバジーアと類縁関係にあるかもしれない、と、ブドウ品種学者たちは考えている。その他の様々なマルバジーア種に関する別名としては、ウーバグレーカロハルスビラブランキロハブランカロガ、トビアカガサル、ブランカリオハなどがある。ブドウ果樹に実るマルバジーアの果実多くのマルバジーア、ア種間には違いがあるものの、 マルバジーア系統内で共通するブドウ栽培場の特徴はいくつかある。マルバジーアは乾燥した気候及び水はけの良い傾斜地のブドウ園との相性が良い傾向がある。湿潤な環境ではうどんこ病、ベトヤマイ、腐敗病などの様々な病害を引き起こしやすくなる。大義の受精はそこそこ良好で抑制しなければ高い収量を生み出す力がある。 マルバジーア系統の幸い地域は広範であるため、マルバジーアのワインについて、厳密にこれぞという特徴でまとめることは難しい。マルバジーアのほとんどの品種の派生元であるマルバジーア、ビアンカは、深い色味と際立ったアロマ、存在を感じられるほどの残党という特徴を持つ。赤ぶどう品種のマルバジーアは、薄いピンク色から明るい赤色をしたワインになる、傾向がある。 若い段階のマルバジーヤのワインは、丸みのあるとも、肉厚なとも形容される、どっしりとしたボディと柔らかい口当たりが特徴である。マルバジーヤに共通するアロマの要素は、桃、アプリコット、白すぐりなどがある。マルバジーヤの赤ワインは、豊かさとチョコレートのような風味が特徴である。マデーラなどマルバジーヤの主成強化ワインは、 その強いスモーキーな風味と鋭い酸味で有名である。マルバジーアのワインは熟成が進むにつれてナッツのようなアロマや味わいが増す傾向にあるが飲み頃の期間は短く収穫年から数年ほどしかない。マルムジーノ・マデイラかつてマルバジアとマルムジーは互換的な名称として登場していた。 しかしながら2014年の時点で、マルバジアは返してこのブドウから作られた、主成強化ではない白のテーブルワインもしくは、デザートワインを指し、一方、マルムジーは、時折、マルバジアとも呼ばれることはあるが、甘口の部類のマデーラワインを指す。さらに混乱を助長した事柄として、一昔前は、マルムジーという言葉が、使用ブドウの品種に関係なくごく甘口の、 マデーラワインのことを指していた。これは、19世紀後半に、フィローキセラによって、マデーラ島のブドウ園が大被害を受けてしまい、島内のマルバジーお及びその他の高機品種の生産が20世紀を迎えても、大幅に減少していたことによる。その結果、ほとんどのヴィンテージ表記のない、マルムジーは広く栽培されていたティンタネグラも折れ、場合によっては、 アメリカブドウの品種で作られた。この状態が変わったのは、1986年にポルトガルが欧州連合に加盟し、EU の規定によって、すべてのマルムジーを名乗るワインは、マルバジーアダネのブドウを85%以上、含まなければいけなくなったことによる。それにはをかけて、混乱を招いたのは、ヴィンテージ表記のあるマルムジーがしばしば、マルバジアと、 ラベル表記されていたことだった。これはおそらく、比較的希少なヴィンテージのマルバジアが、大概のヴィンテージ表記のない、マルムジーがそれに劣る品種で作られていた年ですら、決まってマルバジーや種のブドウでできていたためだと思われる。一部の業者は、ヴィンテージ表記のないマデイラに対して、特に、ポルトガル語圏諸国を中心に販売する商品に、マルバジアの名称を用いる場合もあった。 マルムジーというと、英国史では、伝統的に、イングランド王エドワード4世の弟、ジョージ・プランタジネット初代、クラレンス公の死が想起される。大逆罪の門で有罪とされ、彼は1478年2月18日に、ロンドン島で、内々に、処刑されたが、この出来事の後、場もなくして、彼は、大阪ダルのマルムジーワインで溺死させられたのだという、噂が広まった。 ありがとうございます。